お次は質問コーナーです。ドリドリの質問コーナー、イエーイ、バチバチ。チミは誰だ、チミは。はい、今回アシスタントをさせていただきます、高橋とシミです。ダジャハオ。皆さんこんにちはって言いました。ダジャハオ。ダジャハオ。はい、中国語なのでぜひ使ってください。モーマンタイ、モーマンタイ、モーマンタイ、モーマンタイは広東語です。国歌。質問コーナーのアシスタントは高橋としみちゃん。ドリドリに聞きたいことやお願い企画などホットバージョンのホームページにてお待ちしてます。今巷では R35 エアフロンチューンが流行りつつあるらしいですが、エアフロンチューンってなんだ。エアフロンはヤシオファクトリーでしょ。はい、やっぱ岡ちゃんがね、一番、世界トップじゃないの、エアフロンチューンは。おお。ってことで世界の岡ちゃんを訪ねました。ついでにホンダ号もモディファイしちゃいます。岡ちゃんのチューニング講座。Z32 用と比べて R35 用の良さとは。これはね、日産の35GTR 用のエアフロなんです、はい、ものすごい敏感なのセンサーが。だからちょっとしたマップを変えただけでもものすごく燃料を吹いたり薄くしたりしちゃうような、そういうものなんです。だからこれをつけることによって、例えばきっちりシビアにセッティングをすることによって余分なガソリン吹かなくなるっていうことは、燃え残しも少なくなるから当然トルクも出るし、燃費も良くなってレスポンスパワーが上がる。でなおかつ排ガスも綺麗になる。なぜそんなに良くなるのか、そのポイントとは。これ前から吸ってこう逃げるんですけど、後ろからも一方通行じゃなくて逆流もするわけね。だから例えばアクセルを振った時にタービンが圧縮しきれなかったものがここに戻ってきて、バックタービンの音がピピュンとかって言って逆流するんですよ。そうするとこのエアフロっていうのは一方通行じゃないんで、こっちから風が吹いてもこのニクロム線を冷やすことによって、あ、空気が入ったんだなと思って信号を送っちゃうわけですよ、はいはい、だからストールがしやすい。はで、それをこっちのはこっから入って脇に抜けるんで、こっちから見ると入り口がないんでストールしづらいという、そういうメリットがすごくある。すごい燃費も良くなりますよ。高速道路でね、高速道路3000回転キープぐらいだったら14とかで走る。お次はナックルの補強。シルビアの、131415全部共通して、ナックルっていうのが割れちゃうんですよ、特に兄貴の場合は、縁石イン側カットとか道じゃないところをいっぱい走るんで割れる可能性が大ということで、はい、昨日ちょこっと補強しました。ここの部分をこういう形でこう補強してみました。続いてピロボールチューンです。この部分がブッシュなんですよ、これをブッシュにしたままにしておくと、ここのネジってかなり強く締めるんで、はいはい、これをこう動かすときに、このゴムブッシュがギューってよれるので、すごい力がかかる、はい、それはなぜ力がかかるかっていうと、もうここで規制してるわけです、でここをまたこれももうもうこれはピロにも変えた後なんですけれども、変えてありますので、どうなるかっていうと、これをここを外すとペロンと落ちる。おお。それだけペロンと落ちるってことは、タイヤからの入力に関してすごく動くってことです。だからこれにすることによってフロントの足の動きも良くなるので、バネレート1キロぐらいは上げた方がいいのかな、
ソフトバージョン号もこういうところも全部リジットにして、要は等変化が全くなくなるっていうんで、多分これはね、兄貴が乗ってもねビビッとくると思います。あの N286 乗った時みたいなビビッとビビッとくるはず。そしてホンダ号はエアロも変更、見栄えも良くしちゃいました。じゃあ岡村さんにやってもらった車で土屋さんがどこまで行けるか、いやー2位でしょ。あ、2位ですか。俺が1位。それでは最後の質問に行きたいと思います、はい、レーシングドリフトについて来てます、はい、前回までのレーシングドリフトを見ましたが、いつも GP スポーツ軍団に負けっぱなしのような気がします。やはりまずでは GP 軍団にはかなわないのでしょうか。あれはね、忘れてくれ。また負けたらカット。カット。ていうかね、全然かなわないね、ホンダの車は。そうなんですか。やっぱね、乗ってる本人がデブだから車もデブなんだよ。重いし、パワーがない。コックンカープ。というわけで、そのホンダ号をモディファイし再戦することに。ドリドリはマッスル選抜チームを結成したが、果たして結果は。マッスル選抜チームの実力はいかに。もう一回。マッスル選抜チームの実力はいかに。レーシングドリフト GP スポーツ軍団 VS ドリフトマッスル選抜、というわけで、今回ですね、司会進行という大役を仰せつかりました、勝丸と申します。よろしくお願いします。さあ今回ですね、レーシングドリフトなんですけれども、土屋さん、はい、負けんじゃねえの。またまた負けるんですか。新潟まで来てやってんだからさ、少しは手を抜けっつんだよ。ただただ今回はですね、GP スポーツ軍団さんにもちょっとですね、見慣れない方が、足引っ張るやつが一人。これのこと足引っ張るやつが一人。これ相談役なんですよ。相談乗ってますいつも。この意味知ってます。お、このマップ何か関係が全然わかんねえやつ。何それ何それ。 DG5 何それ。そうなんです、DG5 とはドリドリと言語から来てるんです。まあ何でもいいや。まあ我々マッスル軍団にとっては、はい、いいやつが一人入ってる敵は。そうですね。さあそんなですね、レーシングドリフトなんですけれども、今回はいつもと趣向を変えまして、はい、実はですね、各1台ずつの対戦、まあ、柔道みたいな感じで先鋒戦、次鋒戦、そして中堅戦と大将戦をやらせていただきますので、さあそれでは始めてまいりましょう。レーシングドリフト GP スポーツ軍団 VS ドリフトマッスル選抜。さあまずは生まれ変わったホットバージョン号の実力をチェケラン。エアロは岡ちゃんのところをガルフで武装だ。ミッションはニスロク。シートはガイアス2に。グルピの加工がどう出るか。タイヤはアドバンネオバを。リアには待望の265を投入。そしてエアフロチューンも完了した。期待できそうですかね。ダメでしょ。でもこういうね、一般的なライトチューンの車でどこまで行けるかが面白いの。さあドリドリの評価が心配です。土屋インプレッション。マフラーはいい音してます。足いいよこれ。車重は変わらないが試験の収まりは良さそうな感じ。足いい、全然いいよこれ。あららら、久々に出ました、全然いい発言。外から見てもグリップ感が高そうな動きをしてる。ギアの入りがちょっと硬いよね。
ミッションは日速だが奈良島では間に合わずでした。ちなみに前回は1分7秒8だったが、今回はどうか。最終コーナーでは一発でステアリングは決まらない。この辺りにまだ速くなる余地はありそうだ。しかしコンマ4秒のタイムアップに成功。もう前より全然乗りやすいね。コーナーの入り口から出口までがね、結構良くなってる。その良くなってるっていうのは、入り口から出口までの無駄なこうアンダーとかオーバーね、まあ、出口のスライド量がやっぱ違うよね。こっちの方がいい。フルピロいいんだね、足ね。それにしてもやっぱこうヤシオファクトリーの岡ちゃんはいい車作るね。オーナーのホンダ P はコンマ4秒速くなったんだからそうです、進化していきますから大丈夫ですよ。そして今回のレーシングドリフトで重要になるのが、各試合ごとに設定された勝ち点。この勝ち点を多くゲットしたチームが、すなわち勝ちってこと。ドリフト区間はパイロンの前のみ。ドリフトをしないとタイム加算という厳しいルールだ。さあそれではついに始まりますレーシングドリフト、先鋒戦です。これは面白い。うちはね、はい、小口出してくるからね。そうですね、先鋒戦はなんとドリフトマッスル選抜が小口よしのり。マッスル選抜の先鋒は小口選手。いつもの奥様180ではなく、なんと480馬力の1号でエントリー。GP スポーツ軍団もいきなりエース川端を投入。走り慣れたマイカーでエントリー。こっちも勝ち狙いできた。今回のですね、レーシングドリフトの勝敗の行方を左右する大切な一戦、はい、先鋒戦です。それでは行きましょう、先鋒戦です。小口おっぺしゃ。先鋒戦、川端 VS 小口、はい、ローリングスタートの、3ラップバトルということで、はいはい、小口イン側、そうですね、川端アウト側。一応GP スポーツ軍団は、はい、走り慣れてますから、地元ハンデということで、地元イン側を、はい、マッスルがいただきました。ウォームアップは一周、アウェイのマッスルチームがイン側、アウト側に GP スポーツ軍団でローリングスタートだ。よし、いけ。さあどうでしょうか。まもなく先鋒戦スタートとなります。いけ。しかしここで問題が発生。整列するはずの小口選手、なぜか踏んでます。これに焦る川端選手は、いきなりシュートミス。さらにもう一回、ちょっとローリングスタートが怪しいですが、ローリングだよ、小口ぶっちぎり。この疑惑スタートにドリドリは小口選手を必死にフォロー。見えなくなりました。何言ってんだよお前。俺はお前この前やった時にあのくらいぶっちぎられたんだから。俺さ、整列してないよ、むしろ結果差がなくなっているのでよしとしました。ということでスタートは成立。さらに川端選手が猛チャージをかける。さあ川端ついてきた。よし、さあ差が縮まった、差が縮まった。リプレイチェック。小口選手はいつもの速いドリフトではなく、ゆっくりサイドって感じの走り。これに追いつく川端選手、いやさすがです。しかしパワーで勝る小口選手、ストレートで逃げる。二人とも超マジです。川端選手の珍しいグリップ走り、その操作からも真剣さが伝わる。グリップ区間ではリアを流さないように縦に進める走りだ。一方小口選手はパワーあってもマゼで走り込んでいるわけではない。そのためコーナーで迫られる。いやー辛いなーと言いつつもベタ付けです。ベタ付けじゃんよ。さあドリフト区間に入ります。これもまさに追走です。早いってことですよ、カーブが。そうですね、ベタ付けじゃんよ。来ました、ドリフト区間に入ります。ベタ付け。さあ小口、
今小口グリップですよ。さあ川端ここです。あ戻った。さあリプレイチェック。川端選手はなんとドリフト区間でインを刺す作戦に、しかしステアリングが戻ってしまった。戻った。アンダーステアでペナ1。これ審査じゃないでしょ。ペナ1で1秒追加となると、前を走っていても1秒以上の差をつけなければ勝ちではなくなってしまうのです。エンジンが調子悪いです。川端選手はエンジン不調で、しかもペナ1、もう完全に後がなくなった。前に出なければ川端選手には勝ち目はない。小口が出てきます。しかし川端選手は諦めてはいない。ここでまたしても急接近。そして川端選手は最終コーナーで最後の勝負に出る。川端抜けるか。ほら川端、川端さすが GP スポーツ軍団のエース。またしてもドリフトしながらインを刺す走りを見せてくれた。だがここでの1敗は大きいか。ドリフトマスク出ました。いやーこれはちょっと前回できたのに悔しい。